さんこんにちは、クロです。今回はボーダーレインというゲームのベータ版から必要な情報をお伝えしていきたいと思います。その前にですね、こちらのゲーム、今画像で流れているようにスワイプ移動とスキル発動をですね、スワイプで範囲を指定して行うという形になっています。で、パーティーが4人編成で、範囲が広くてね、強い攻撃を持っている方が戦闘もやりやすいという感じになります。キャラクターの獲得方法はガチャとあとショップでね、パイプも買うんですが、 MR がパイプを